はい、こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は臨戦闘機勇気神楽坂ピックアップマオリウス再スカウトの新ガチャ引くべきかどうか実装後の性能評価していきたいなと思います。昨日ですね、スキル2がわからない状態での、性能解説ということでやりましたが、今回ね、実装されて全ての性能判明いたしました。その上で果たしてこの勇気はね、引くべきかどうなのかという話していきたいなと思います。はい、まあ僕の動画はいつも通り、話が長く、なりがちですのでね、長いなと感じた方は最後にまとめを書いておきますので、そこまで飛ばしていただいても構いません。じっくりね、聞いていけるという方はこのまんま聞いてやってください。はい、ということで見ていこう。今回、2月のね、最後のキャラということになりますが、まず勇気の基本的なステータスで見ると、まあ今月のキャラ全員そうだったけど、攻撃成長型ということになりましたね。はい、まあ基本的にこのゲームに関してはやられる前にやるっていうね、ゲームバランスで成り立っていますし、今月のキャラであれば速攻型短期決戦っていうね、パーティー編成になると思いますので、まあこういったね、攻撃成長型であれば、その辺も含めてですね、戦いやすいということになります。まあこれステータスは非常にいいと思います。これ後でね、この仮に勇気の完全上位互換が出たとしても、支援キャラとして、ステータス目的で使うとか、そういったことも可能になってくると思います。はい、でスキル、今回はですね、敵全体に通常ダメージ 295% の空属性物理攻撃ということで、今月唯一の物理キャラっていうことになってるんですよ。勇気が今までのキャラであれば魔法攻撃型が続いていて、ラミリスのね、カゴの導きに関しても魔法攻撃のダメージアップっていうね、内容だったと思うんですよ。でなおかつ、まあ、それに合わせてですね、今月のクエスト敵にキャラに関してもですね、魔法弱点の敵がほとんどだったんだよね。それを考えると、まあ多分武勇祭もですね、魔法弱点になってくると思うので、ちょっと勇気が物理っていうだけで今月活躍しにくいのかなっていうところが正直あります。まあ1周年の最後に出たディアブロか、そうディアブロみたいな感じで、ちょっとね、合わないかなっていう感じがする。まあこれがですね、まあたまたま今月が魔法弱点の、クエストっていう形になっていたんで、次回のイベントは物理弱点の可能性が高いので、次回のイベントの時には使えるかもみたいな、まああるいはあと既存のねクエスト、すでに実装されているクエストなんかではもちろん使えてくると思うんですが、まあ少なくとも物理っていうだけでスキルとか以前の問題でね、前提条件としてもう使いにくい、月になってしまってるっていうのが、まあまず注意点ね。今月活躍させたいのであれば他のキャラ引いた方がいいよということです、これ。はい、で戦闘スキル、てか奥義の話またしてねえな奥義の話ですが、これ全体奥義だから、英傑杯とか、それからターンリミットの武勇祭、おそらく今月の武勇祭もターンリミットで複数体出てきて、多分3体かな、3体出てくると思うんですけど、そういったところで使えると、あと踏破戦だね、今月の総探試練の隣に出てる踏破戦とかでも敵が複数体出るんで、そういったところでも活躍ができると。まあそっちも魔法弱点 50% で物理等倍なんだけどね、なので、まあ、その辺も含めてということです。はい。で、戦闘スキル。まずスキル1に関しては、消費ポイント、これ、レベル7以上で25ですね。で、自身の攻撃力3ターン 30% アップ、それから自身の全体攻撃力3ターン 15% アップというようなバフになっております。一応、まあ、この3ターンのね、攻撃力アップは結構強めだと思うんですよ。他のキャラ見ても一旦の間だけ攻撃力 30% アップとか、そういったものはあったりするんですけど、3ターン 30% アップは結構でかいよね。で意外とその攻撃バフ、まあ空属性の同じ属性で空属性のリムルとかね、そういった味方全体に攻撃バフ 40% とか漏れるキャラいるけど、空属性リムル入れるよりかは他にね、奥義バフのキャラがいたりとか、それから空属性攻撃バフがいたりとかする属性でもあったりするので、まああえてリムルを入れなくてもっていうところがあるから、その辺とね、シナジーが一応あるかと思います。別々のバフになってくるからね、その辺とももちろん掛け算方式でどんどん伸びていくんで。で
ポイントはですね、まあ、この攻撃力アップはいいとして、下の自身の全体攻撃力3ターン 15% アップっていう部分なんですよ。これが活躍できるのが結構狭いんだよね。で、昨日のスキル2がわからない状態の時は、このスキル2が何らかのね、全体の攻撃ダメージとか、空のね、ベルザードか、空ベルザードみたいな感じのスキルであれば、まあ、多少、このスキルのバフも当然乗ってくるので、シナジーとかあったんじゃないかなっていう感じは、あったんだけど、これ、スキル2がですね、敵全体の扇ダメージ耐性を一旦 20% ダウンっていうね、普通のただのデバフスキルだったので、実質、この全体攻撃力っていうのが、自分に対しての奥義、全体攻撃の奥義にしか乗っかってこないので、超狭いです、これが。活躍できる機会が。だから普通のただマスオコン消してるだけだと、ただこの攻撃力が3ターン 30% アップしてるっていうだけ。まあそれでも別に弱いことはないんだけど、強いとは思うんだけど、まあそれだったらね、別に、まあ勇気じゃなくてもいいかなっていう風になっちゃうからね。まあ今月のキャラで言えば、例えばシオンとかね、最初に出たシオンも3ターンの間貫通率 100%、 それから3ターンの間貫通力が 30% アップっていうものを持っていたりとかするので、しかもそっちは魔法攻撃タイプだからね、今月で言えば間違いなく勇気かシオンで言えばシオンの方が活躍はできるわけですよ。そう考えるとちょっと微妙だね、スキル1ね。スキル2まで出揃った状態でちょっと微妙かなっていう気がします。はい。で、2つ目のスキル内容ですが、こちらが消費ポイント35、これもレベル7以上で25ということになります。で、スキル内容はさっき言った通りということになるんですが、一応これが勇気が初めて敵全体に対しての奥義ダメージ耐性ダウンの効果を持ったキャラということになります。奥義耐性ダウン自体が先月の1月の光リムルが初めての実装だったんで、まあ続けてですね、まあ全体に対しての奥義デバフが出たよっていうことで、希少性はすごく高いです、これ今のところね。で、これレベルマックスだと一旦 30% ダウンまでいくんで、まあリムルの方がもちろんね 50% ダウンで倍率は高かったりするけど、コストが倍なんだよね、あっちは。まあ、もう一つ付属効果もついていたりするわけですが、まあその辺も含めてですね、考えていくべきかなと思います。そもそも敵が複数体出てくるっていう場面も結構少ないから、今月はね、完全にこの全体奥義とかを生かすために複数体のね、踏破戦とか、あと今月の武勇祭も多分 3体複数体で出てくると思うんですけど、それ以外のクエストで活躍できる機会あるかっていうとちょっと微妙なんだよね。で、英傑杯でじゃあどうなのっていう話になってくると思うんですけど、英傑杯のデバフってバフよりもやっぱ微妙な点が多くて、どういうことかっていうと、もちろんデバフなので、そのデバフを食らわせてる敵を倒してしまったら当然ながら意味がないわけだよね。後ろのキャラ、例えば前の3人全体奥義、この奥義ダメージ耐性つけて奥義バフ、奥義で倒しますって言ったら3体倒して、後ろの後続2体が前に出てくるわけだよね。で、その後ろの後続2体に対してはもちろんこの奥義耐性なんかものはねついていないわけで、って考えると、その英傑杯はどちらかっていうとデバフよりはやっぱバフの方が、まあ強いのかなと。例えばこういうスキル1のようなね、3ターン継続するようなバフであれば、前の3人倒しても後ろに2体に対しても残り2ターン攻撃力アップした状態で後ろの2体と戦うことができるっていう考え方ができるからね。考え方っていうか実際そうなんだけど、っていうことになるので、そう考えるとちょっと英傑杯でも、まあ微妙かな。まあちょっとコストが軽めのデバフだから、ちょっとしたね、場面で火力を底上げして殴るみたいな、ことはできると思うんですけど、でもただ他のキャラでもですね、コストを少なめのコストで味方全体にバフをつけるような、スキルも存在しているわけなので、それを考えるとっていう感じは正直あるよね。ちょっと使いどころが狭いというか、本当に局所的、まあ敵が複数いて全体奥義が打てるかどうかっていうことになってくるので、このやっぱ基本敵全体刺すとね、一番有効に生かすのであれば、やっぱ全体奥義連打ってことになってくると思うんですよ。
例えば敵単体にこのスキルを打ってしまうんだったら、光リムルの方がね倍率高いから、そっち使った方がよくねってなっちゃうんだよね。まあコストはもちろん全然違うからさ、もちろんパーティー編成によってはそんなにコスト使っていけないよっていうところも出てくるかもしれないけど、まあその辺ですかね。ただ少なくともこの敵全体の奥義ダメージ耐性っていうのは属性とか関係ないのが一番のメリット。属性関係ないし、いろんなパーティーチャージ編成でも使えるし、今回のような速攻型の編成でも使えるし、みたいな、汎用性は高いと思うんですけど、ただ、まあ、数多の種類のね、今、バフとかデバフ実装されてるよね。その中で、一つ選ぶって言って、わざわざこの奥義ダメージ耐性 30% ダウンを選ぶかって言ったらちょっと微妙なところなんで、要は他のバフデバフでも全然代用が効いてしまうよっていうところ、ただダメージを出したいのであればこれである必要がないっていうかっていうところになってくるので、バフとかデバフが揃ってる人ほど価値を感じないのかなっていう感じですかね。本当に始めたてで何もバフとかデバフないっていう極端な人であれば、それこそね、使えると思うんですよ。火力の底上げのためには使っていけると思うし、あるいはもうあらゆるバフとデバフを乗せていきたいみたいな、極端にもうダメージを出してあげたいみたいな場面、まあ今回の武勇祭とかもおそらく、複数で出るんで、これあるだけですごく有効な場面はあると思うんだけど、まあ、なくても他のやつでも代用できちゃいそうかなっていう気がしてます。はい。で、英傑特性、このキャラを前衛に交代して魔装甲発動時、一旦敵全体の魔質変化系戦闘スキル封印状態にする。これ多分初めての英傑特性なんじゃないかな。で、条件もちょっとややこしくて、このキャラを前衛に交代してってことは、もともと後ろに後衛にいた状態じゃないと発動できないっていうことだね。はい。まあレアだけど、ちょっとこれ使いどころはなかなか難しそうではあるかな。魔質変化系だから、魔装甲変換だからね、要するにね、魔装甲変化スキルを一旦だけ封印できると、使えなくできるっていうことなんだけど、まず敵がね、英傑杯で敵が魔装甲変換できるようなスキルを持った、キャラクターがいないと意味ないし、そもそも次のターンで敵が魔装甲変換してくるかどうかっていうところももちろんあるから、そう、たまたまね、敵のスキルポイントが残り30ぐらいで仮面の勇者とかいてね、仮面の勇者の運命崩落を選びましたっていうパターンもあるから、そこら辺はもう完全にプレイヤーが次相手が何のスキルを打ってくるかっていうところも読んだ上でこれを使わないといけないので、割と上級者向けだよねこれタイミングがね、なかなか。で、後衛にいた状態から前に出した時に初めて条件満たせるしね、なかなか難しそうかなっていう気がしますね。まあちゃんと使えれば結構強そう。しかもこれ何気に3突すると2回まで発動できるんだねこれね。あーでもこれうまく使えば強そうな気がするけどね。しかもこれあれなんですよね、初ターンからもいけるっていうことだ。他のなんだろう、英傑特性であれば3ターン目以降とかっていう条件ついてたりするけど、そっか、これ1ターン目からいけるんだ。それ強いかもしんない。結構1ターン目で魔装甲変換されたくないなっていう場面結構多いと思うんだよね。結構多いっていうか基本だと思うんだけど、基本されたくないので、あーまあ使いようによっては強いか。なるほどね。最近ほんと英傑杯もランキング戦上の方まで行くとね、第35戦以降とか敵っていうか相手方のねEP も48万とか言ってくるから、その辺になってくるとなかなか HP 削れなくて、魔装甲変換のキャラね使われてしまうみたいな、魔装甲変換使われてちょっとやばいみたいな場面もあったりするから、あーまあそういった意味では強いのか。やっぱ勇気はどちらかっていうとやっぱ一番輝くのは英傑杯なのかなっていう感じがするね。まあこれは強いか。ちゃんと使うべき人が使えば強いわこれ。あとキャラクター特性、技能のマソコン5コンボ以上の攻撃をした場合、ターン自身の回心力をアップということですが、まあこれも別に弱くはないんだけど、条件がちょっと厳しいかな。技能のマソコン5コンボなんで、まあカゴスキルとか使うのらともかくですね、まあなかなかちょっと5コンボ成立しづらい。あと2位のタイミングね、本当の
この会心力アップさせて全体奥義打ちたい奥義打ちたいみたいな場面でその直前に技能の5コンボしておかないとならないので、ちょっと難しさあるかなっていう感じがします。シンプルに技能のね、SP アップとかそっちの方がいいかなと思う。まあ本当に武勇祭上位のね、ガチ勢の方は、ね、ダメージスコア少しでも伸ばすためにここら辺工夫して、使うっていう方いるんでしょうけど、普通のクエストであれば、この 5% はまだ気にするようなレベルじゃないかな。誤差レベルなんで、正直。普通のクエスト、高難度クエストとかで言うと。はい。って感じかな。なんで、ね、特性の中で言えば外れかなっていう気はします。はい、ということで、まあ長々と語ってしまいましたが、まとめ、臨戦闘機勇気神楽坂引くべきかどうか、まあ一言で言うと、今回の勇気さんに関しては優先度かなり低めかなと思います。まあ理由としてはですね、あの今月唯一の物理キャラっていうことがあって、魔法弱点が多いね、クエストなんですよ今月は。なのでちょっと今日本語おかしかった気がするけど、そう、活躍ちょっと今月厳しいよねっていう、単純に。で、スキルの内容もですね、自己バフとあともう一つデバフ、敵全体の奥義ダメージ耐性デバフっていうところで、正直今月活躍できるんだったら同じ自己バフできるキャラでもシオンの方がダメージ出せるし、奥義ダメージ耐性ダウンについても別に他のバフとかデバフでその代用できてしまう。全く同じではないけど、むしろそれよりもダメージが出るか、まあ同じぐらいのダメージが出せるようなバフとデバフがあれば、別にこの奥義ダメージ耐性ダウンいらないので、うん。っていうところで、シオンとか、その他他の空属性のキャラがいるんであれば、優先度結構下がりますね。あと、前回の空属性イベントのキャラがですね、空属性の物理で、なおかつ勇気みたいな自己バフ持ってるキャラもいれば、あと全体奥義持ってるキャラとかもいたりするので、そう考えるとまあ別に勇気である必要ないかなっていう気がする。空のベルザードとかね、空の、レオンとかもうすでに持ってますみたいな人であれば引かなくてもいいかなっていう気がします。はい、といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。